ちゃんとの待ち合わせ場所まであと少し。なんだか落ち着かなくてそわそわしちゃうな。カー君に愛情を注いで一からできたカカオ、それで作ったラブデスティニーは絶対に美味しいチョコレートなんだから。まあお姉ちゃんに比べたらまだまだの出来だと思うけど、でもカー君も見ていてくれるし、きっとうまくいくよね。じゃか？あ、着いた。ここだ。お兄ちゃんはどこかな？あ、あそこにいるのはお兄ちゃんと、お姉ちゃんとエリコさん？つまり勝負の時にしずるさんが作ったのはコース料理であってチョコじゃありませんから、私の勝ちですわ。チョコも入れたじゃない。それを言ったら惚れ薬を使うなんてルール違反じゃないかな。しかも効かなかったんだから失敗作だってことだよね。私の調合は完璧でしたわ。二人ともまだそんな言い合いしてるんですか。リノさんも司会者だったのですから、なんとか言ってください。リノちゃんはお姉ちゃんの言い分を分かってくれるよね。いや、あのいい加減仲直りしましょうよ。 お兄ちゃんも何か言ってください。わかります。あれから看病してすっかり良くなりました。本当に元気になってるね。前よりさらに大きくなったんじゃありません？でしょでしょ。家族の成長を見守れて私すっごく嬉しいです。でもまさか魔物が人間を守るなんて思いもしませんでしたわ。本当にね、珍しいこともあるんだね。そうですかね。私はなんとなくわかりますよね。意外と鈍いですね。愛ですよ、愛。あ、そんなわけで二人もいい加減仲直りしてくださいよ。まあ仲直りなんてできない相談じゃないかな。その通りですわ。だってバレンタインは戦争でしょ。バレンタインはみんながライバルですから。エリコちゃん、やっぱりあなたとはもう一度勝負をしないとね。こちらこそ望むところですわ。今度こそ完膚なきまで叩きのめして差し上げましょう。その言葉そっくりお返しするよ。じゃあここの厨房を借りて再勝負だよ。ちゃった。二人ともしょうがないんだから。でもバレンタインはみんながライバルだって言ってたのに、私を一人にするなんて油断しすぎですよ。はい、お兄ちゃん、私たちからのチョコレート受け取ってください。覚えててくれたんですか。私とカー君からのバレンタインプレゼントです。早速食べてみてくださいよ。幸せになりましょうね、お兄ちゃん。伝えなくちゃバレンタイン、ここで逃げ出したら来年またさ来年、そうよたった今さじわない。
った。